はい、こんにちは。皆さんね、一度はね、車を持ってる人なら洗車というものをね、したことがあると思うんですけど、まあね、その中にもね、ホイール洗車っていうか、まあホイールもね、皆さん洗いますよね。で、まあ BM とかメルセデスとか多分よく見ると思うんですけど、結構ホイール汚い人多いですよね。っていうのも、まあ結構ね、ドイツ車はそのホイールのダストが溜まりやすいというか、あのダストがよく出るっていうのを僕も聞いてて、まあそれもね、原因の一つかなとは思うんですけど、まあということでですね、今回はですね、ホイールをちょっと洗車しようと思います。はい、で今回はまあちょっと2つホイールのね、クリーナーを使おうと思います。というのも、これもね、2つともね、まあツイッターでね、フォロワーさんが教えてくださった2つ今回はね、ちょっと使いたいと思います。早速ちょっとお見せしますね。はい、こちらでございます。まず1つ目がこのね、フィットワークの強力テプン除去クリーナーですね。まあこれなんか業務用で売られてて、 Amazon で買ったんですけど、はい、これを今回使っていきたいと思います。で2つ目がソナックスのね、ホイールクリーナーですね。これはオートバックスで売ってたんで買いました。これもなかなかいいらしいので今回は使いたいと思います。でまあ今回、まあ、この2つをね、使っていくんですけど、左右ね、2本ずつ今回は使いたいと思います。フィットワークのクリーナーを右にして、ソナックスの方を左の方にかけて掃除していきたいと思います。まあとりあえずじゃあ1回ね、水洗いしていきます。そしたらやっていきます。ジェットの方がいいかな。発車。そんな変わんねえか。まあシャワーにします。はい、じゃあホイールは、まあ一応ね、最初の水洗いは終わったので、今からホイールクリーナーをかけていきたいと思います。フィットクリーナーが右で、ソナックスの方を左で、はい、やっていきましょう。はい、じゃあこのソナックスの方ね、今から使っていきたいと思います。よいしょ。お、まあこんなもんかな。でちなみにちょっとね、ソナックスの方はね、匂いがちょっときついですね。うん、まあ、その分成分は強力なのかはも知れませんが、はい、ちょっと匂いがきつめです。まあこんな感じで、じゃあ次このピットワークのホイールクリーナーを右部分につけていきたいと思います。うん、でこっちなんですけど、まあ、こっちはそこまで、まあ、今日ちょっと匂いはしますけど、あのソナックスよりかは全然匂いはしないですね。はい、こんな感じでとりあえず振り終わりました。でまあちょっと5分くらい時間を置いてからゴシゴシね、拭き取って水で最後流して終わりたいと思います。今ね、あの振ってから多分1分ちょっとしか経ってないんですけど、もうね、こんなにこの紫のよく見る汚れが出てきてます。すごいですね。こっちがね、ソナックスの方なんですけど、もうかなりすごい紫の液体が漏れてきてます。でピットワークの方がかなりすごくて、まあ、これもね、1分ぐらいしか経ってないんですけど、こっちはもうすごい鉄粉のこの紫の液体がこっちはめっちゃ出てますね。こっちの方が汚れてたとかは多分ないと思うんですけど、はい、すごいですね。なんかこっちはえらいことになってなんか紫のタイヤにはホイールになってるんやけど、ちょっと振りすぎたか、えらいことになって大丈夫かな。まあ、ね、とりあえず5分だけ置いてちょっとね、あのこすって頑固な汚れを取って最後水流していきます。はい、まあね、もう5分ちょっと経ってもういいかなと思うので、ちょっとね、今から洗剤使って洗い流していきたいと思います。もうね、僕の3シリーズのね、
ホイールのね、これ18インチなんですけど、結構ね、何本スポークだ、10本スポークから2本派生して20本スポークになってるんですけど、洗車するときね、ホイールこれめちゃくちゃ大変なんですよね。だからね、重機のね、純正のあのタイヤに変えたいんですけど、なかなか変えれずにいてですね、多分ね、同じ3シリーズ乗ってる方で、まあ、18インチの方結構ね、これ思ってると思うんですけど、ホイールの洗車ね、かなり苦労するんですよ。隙間が、細かい隙間が多いから。よいしょ。よっしゃ、OK。 まあこんな感じで前の方もね、やっていきたいと思います。もうちょっとね、これはあのホイールちょっとここから洗うのはちょっとしんどいんで、一気にちょっと洗い終わりまで飛ばしたいと思います。はい、はい、ね、左の方が終わったんで、次はちょっとね、右の方をやっていきたいと思います。もうこっちもね、だいぶ紫の液体がいっぱい出てきて固まりそうなので、ね、さっさと洗い流さないといけないんですけど、はい、こんな感じで、はい、さっさとやっていきたいと思います。はい、クリーナーのね、汚れを落としたので、あとは水洗いして完了ですね。あともう少しですが、頑張っていきます。はい、汚れを落として、まあ、あの水もかけてさっとね、拭き上げて、今終わりました。ちょっとね、じゃあぐるっと一周4本とも見ていきたいと思います。まずね、こっちが、ソナックスの方のクリーナーを使ったタイヤですね。どうですか、もう完全にちょっと取り切れてないのもあるんですけど、めちゃくちゃ綺麗になってるんですよ。すごい。まだね、ちょっと拭き残しがあるんですけど、いやー、綺麗になりましたね。多分ね、もっとね、あのちょっと僕ちょっと雑にやっちゃったんで、ちょっと若干汚れが残ってるんですけど、多分ね、しっかりやれば完全に取れますね、これは。はい、いやー、いい感じですね。綺麗になってますね。で、次がピットワークのホイールクリーナーですね。ちょっとディスクがえらいことになってますけど、見せてください。で、こんな感じ。もうこっちはね、完全に汚れは落ちてますね。うん、すごい。こっちもしっかり取れてます。はい、後席も、後席じゃない。後ろのタイヤもこんな感じですね。で、まあ乾燥なんですけど、まあ、僕個人的にどっちが良かったかっていうと、こっちのピットワークのホイールクリーナーの方ですね。まあ、理由が、まあ、まずあんまり臭くないっていうのも、まあ、こっちがね、結構なかなか匂いがきつめだったんで、まあ、それもあるんですけど、こっちは比較的にね、匂いもなくて、はい。まあ、あとね、やっぱりこっちの方があの紫の液、まあ、ダストが結構落ちてて、うん、あんまりかけてないんですけど、同じ量しかかけてないんですけど、こっちの方が出てる気がして、まあ、こっちの方が若干強力なのかなっていうのは思ったんですよね。まあ、一応、まあ、業務用っていうのもあって、かなり強力でしたね。まあ、どっちも強力なんですけど、こっちの方が若干、うん、なんかより強力に感じましたね。こっちもね、あのもうしっかり取れるんで、でこっちのいいとこは、あのまあ、普通にあのオートバックスを売ってるっていうのがいいところで、こっちはね、もう結構2、3店舗くらい回ったんですけど、なかったんですよ。うん、で、まあ、やむを得ず、Amazon で買ったんですけどね。こっちはね、ソナックス、ホイールクリーナーの他にもいろんなシリーズ出てて、まあ、統一させたら、すごい、いいのかなっていうのがあるんで、まあ、一応ね、ドイツも、エンブレムもついてるんで、うん、ドイツ社にもいいんじゃないですかね。まあ、これもね、BMW に乗ってる方に、教えていただいたんで、まあ、ドイツ車、まあ、BM もね、メルセデスもアウディもに適してるんじゃないかなとは思います。そういう点ではこっちの方がいいかもしれません。こっちはまあ強力なんで、まあ、
いる合う合わないっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、どっちもね、あの申し分ないくらい汚れは落ちます。まあ、そんな感じで、ね、今回はねホイールを洗車していきました。まあ、ぜひね、皆さんこれ2つともね買ってみてください。かなり落ちるので、はい。まあ、ぜひ参考になったらね高評価とチャンネル登録ボタンお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。